皆さんこんにちは、声優の榎本あつこです。前回はスキンケア動画見てくださってありがとうございました。なんか敏感肌の参考になったって言われてとっても嬉しかったです。今日はなんかメイクぜひやってもらいたいって言われたのでやろうと思うんですけど、全体を説明していくとめちゃくちゃ長く時間かかっちゃうので、今日はアイメイクのみしたいと思います。今ファンデーションを塗ってで眉毛を描いて、ちょっとこの周りシェーディングして、こうちょっとチークが入ってるみたいな感じです。あと今何もしてないちょっとさっぱりした顔してますねそれではアイメイクしていきます。まず私使ってるのはジョンセンブルの、これはもうまた別の動画で説明するから、これはもう長くかかるクッションファンデを使ってます。なのでこう今ちょっとしっとりしてる感じなので、まず目元にパウダーをはたきます。パウダーはもうこれをずっと使っています。イニスフリーの国民パウダーと呼ばれてるやつですね。ノーセボムミネラルパウダー、韓国コスメです。オーガニックなのかな。イニスフリー大変肌に優しいので有名なブランドです。これをまずこの目元にしないとずれちゃいますので、ラインとか引くときに、これなんかちょっと皮脂を抑えるやつなので、こういうとこもちょっとしてます。こういうとことかね。はい、これをした後に、今日ゲーム配信の日なんですよ。なんでいつもは結構オレンジメイク気に入ってずっとやってますけど、今日はブラウンメイク、ブラウンでちょっとキラキラみたいなメイクにしたいと思います。今使ってるのはですね、エチュードハウスのクリスマスのルドルフのアイパレットと、リリーバイレットの、これは結構ここ使っちゃってリリーバイレットの9色のパレットです。9色のパレット結構流行ってて、 3C とかスチュードハウスからも出てるしね、いろんなとこから出てるから、こういうの便利だと思います。まずはこの一番薄い色、肌色っぽいやつを塗っていきます。私結構一番最初の色は手で塗っちゃいます。これ今照明灯というかあんまよくわかんないと思うんだけど、雰囲気だけ伝わればアイホールに塗るみたいな感じですね。あ、でもちょっとわかるか。じゃあここの下もちょっとやります。目が大きく見えるからね。目、そしたら次はこのここのちょっと赤茶色みたいの塗っていきます。これはこのチップで塗っていきます。もうちょっと汚い、ごめん。で、こうポイントなんだけど、いっぱい勉強したんだけどね、ここベタって塗るんじゃなくって、こことここを塗って、なんかちょっとこういう目に見えるような、錯覚させるような立体感、そう、一番苦手とかが出るように塗っていきます。わかりますか？全然違うねこれ恐ろしい、メイク恐ろしい。で、下も黒目ぐらいのとこまで入れます。タラン、こっちもやっていくね。こうアーモンドみたいにするっていうのをインスタで勉強した。はい、これで結構もう陰影はできちゃってると思うんだけど、さらにこのリリーバイレットのこの結構濃いめの焦げ茶で、さらに陰影を描いていく。陰影を描いていく、なんていうの、 3D っぽくしていきます。 3D っぽくしていきます。日本語下手くそです。わかる？もう結構これアイライン入れてないのにアイライン入れてるみたいになってきたね。で、私結構人見知りなんです、こう見えて結構ツンとしてることが多いから、ちょっとでも優しく見えたらいいなと思って、メイクは全部垂れ目にしてるんです。なんで結構ここを強めに入れると垂れ目っぽくなるよね。これ今3色使って、この立体感、みたいにしてまーす。これ第一段階、これもう終了。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。これ今私使ってんの資生堂、これ結構グッて上げとくのポイントかもね。はい、ビューラーできました。そしたらアイライン描いていきます。アイラインずっとリキッドでできなかったんですけど、これに出会ってから私はリキッドをできるようになりました。ウズのアイオープニングライナー、これ日本の薬局で売ってるやつです。韓国コスメ好きの私も、もうこれだけは譲れない、もう浮気はできないです、もうこれ以上にいいアイライナーはないこれ本当に細いから、
ので、やり直しもできるし、あと色素沈着しない、これ大事。いいアイライナーでもメイク落とした時に肌に色素沈着しちゃう時があって、これはなんないです。で、目尻はちょっぴり長く、このくらい、この大体のラインを取ったら間を埋めていきます。この間埋めるのね、結構ね大事だから、みんなやってね。この縁大事ですね。簡単に引けるでしょ。あともう目でかくなる。はい、こっちもやってきます。めっちゃ起きてる私で、もっと頑張るときはちょっぴり粘膜も黒く描く。まあ、ここ白いですよね。ここにちょっと塗っちゃいます。でも粘膜メイクはやっぱあんま 目には良くないだろうなってどう考えても思うので、ほどほど。わかりますか？わかんないねうん、顔が起きました。これだいぶメイクしたって顔になるよね。で、私下はリキッドではアイライン入れないです。あくまでパウダーでちょっと描くだけ。それじゃあマスカラ。マスカラは日本の薬局で買えるこちらです。 DUP カールキーパーマスカラ。これ私はあの DUP って呼んでるんですけど、知ってる？デジコウサダプチコ。 DUP ニャ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  DUP ニャ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 って歌があったんですよ。で、それではもう DUP だと思っ、バレた。なんで取れちゃった？ナイスなハウススタジオ借りてる風でやってたの。大変だね、YouTuber って。はぁ、事件って何もなかった。で、この DUP だと思ってたんですけど、これよく見たら DUP って書いてあって、思い込みでした。でもあの歌好きなの。DUP。なので、このマスカラを塗るときはいつも心の中でその歌を歌っているっていう話です。このシリーズいろいろ買ったんだけど、このカールキーパーマスカラが一番いい。お人形さんみたいな感じになります。でもアイライン引くともうそれだけでメイクしてる顔になりますね。でもステイホームしてからもうアイライン引かなくなっちゃったから、今日久しぶりです、こんな気合入った顔。クッションファンデも全然塗ってなくて、マスクしちゃうからあんまつくの嫌だなと思って。ステイホームな簡易メイク、マスクメイクも今度やりますね。よくカラポンしないんですかって言われるんだけど、なんか私目がもともとちょっぴり大きめなので、カラポンするとなんかあってなっちゃうからあんましてないです。はい、マスカラ塗りました。もうパッチパチになりましたねさあ仕上げていきたいと思います。目の下にキラキラを入れます。まずこのリリバイレッドのこのキラキラ、ゴールド目、ゴールドブラウン目、この下に入れます。わかりますかね。はもうお好みなんですけど、私は黒目のちょっとこのくらいまで入れるかな。 OK。 あと黒目のちょうど上のとこに同じもの、もしくはこういう白いキラキラとか入れてもいいし、こういうの入れてもいいですね。私は今日は同じやつを上に入れるね。ここのトップだけ、わかるかな？ここだけキラキラってするようにしています。で、先っぽに、だらーん、これは大変評判がよろしいですね。3CE のスタイルランダーアイスイッチ。キラキララメですね。ダブルノートっていう色を入れてます。これもうインスタライブやってても、あっちゃん目の下キラキラで可愛いって言われるのはこれ。これは黒目の下中心です。黒目の下中心に今全体に入れちゃってもいいし、もう適度にキラキラってしてるなぁ、キラちゃんメイクしてるなぁって感じが出ます。わかる？ちょっとキラキラ、ちょっとキラキラ、でれーん、できた。はい、これでアイメイク終了です。さあ、ここからは番外編ですはい、番外編でまつげをより上げる方法、ホットビューラーとか使う人もいるんですが、私は韓国式でこの爪楊枝の根元の方ですね。これを今からちょっと台所に行ってきます。はい、ちょっと炙ってきました。これで根元から上げていきます。ちょっとこうねじりながらやって余分なマスカラを取っていく。わかりますかね？全然違うね。これ本当に根元から上がるし、暑いからでも気をつけてね、本当に。うん。
下もちょっとやると余分なのが取れています。タラーン、できました。あとはそうですね、今日はアイメイクだけだけど仕上げだけやっちゃうね。これノーズシャドウだよね。ここと、ここに塗ります。と、目の下、涙袋に見えるようにちょっとだけ、ちょっとだけね。と、大好きなハイライター、私が使ってるハイライターはクリオのプリズムエアです。02フェアリーピンク、これも大好き。水光肌っていうんですか、韓国メイクの中から発光してるようなみずみずしいお肌をいろいろ研究したんですけど、このハイライトを入れるのが結構簡単だし、キラキラってなる。これを、あ、もう全然違う。ツヤって何の分かりますか、この T と、もう全然違う、最高だな。と、この目の周り入れますね。目の周りってか、ほっぺたのちょっと上っていうのかな、照明が当たってツヤってするところ。これ本当にね、綺麗に出るのでおすすめです。この鼻がめっちゃ出たね、ツヤ。待ってみよう。はい、ということで今日はアイメイクを中心にお届けしました。今、リップ、オイル塗ってあるだけなんですけど、次の動画でグラデーションリップのやり方をちょっと簡単にですが説明したいと思います。いつも応援ありがとうございます。ちょっとお家から事件もあったけどお家からのメイク動画も撮ってみました。感想とかあったらコメント欄にいただけると嬉しいです。あとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。あと何か撮ってほしい動画とかあれば書いてくれたら、お家でこの壁紙と試行錯誤しながら撮りたいと思います。それじゃあまたね。アイメイクをしました。榎本敦子でした。